ありがたいです。はい、お願いします。じゃあ早速ですが聴いてください。私たちのデビュー曲マイシティ。
じゃあ改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。私たち鹿島のご当地アイドル鹿島みこりーのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、先ほどのですね3の位置につきまして、今は神の位置というね、出展とかいろいろあるイベントで歌わせていただいております。ぜひね、観光客の方も立ち止まって少しでも見ていただけたらなと思います。じゃあ早速ですね、私たちの名刺代わりといっても過言ではないあの曲、歌わせていただきたいと思います。曲の振りに手話が入っています。注目して聴いてください。明日の扉。
すごい、ちょっと人が集まってきちゃったよね。うちら自己紹介してなくない？そうだやっちゃった。じゃあ、まあ、ちょうどね、もしかしたら私たちのこと知らない方はたくさんいらっしゃるかもしれないので自己紹介させていただきたいと思います、はい、じゃあまず私から。今日も一日元気100倍あなたと一緒に頑張るるん、はるるんです。よろしくお願いします。イエーイ。次ゆうにゃん。はい、くりくりタレムのモッコンガール、その名もゆうにゃんにゃんにゃん。いや、ゆうにゃん、ぜひよろしくお願いします。イエーイ。私たちのこと知らない人はね、名前だけでもね、はい、名前だけでも覚えていただいていただいて、もう、はい、あ、手話で踊ってたお姉ちゃんたちだってそういう感じの認識で全然構わないです、ね、ちょうどね、人が集まってきたところだから、ちょうど今のうちに宣伝しちゃおうか、うん、あの、あちらでですね、私たちグッズ販売やってるんですけれども、はい、豆乳レアチーズいちごっていう豆乳を使ったレアチーズケーキを売ってるんですね、はい、あの、今ちょうど蓋を開けてくれたんですけどいちごのソースが乗っててすっごく美味しいです。あの、ちょっとちっちゃめのサイズなんで結構手軽にペロッと食べれるので、うん、まあ、何個でも食べていただいてお一人様の数量の制限ございません。大丈夫です、はい、じゃあ皆さんぜひお腹いっぱい食べて帰ってってください、はい、じゃあ続いての曲に行きたいと思います。甘い、もしかしたらレアチーズケーキよりも甘い恋の歌です。聴いてください、はい、初恋。Thank you.
いきたいと思うんですけれども、はい、続いての曲なんとですね、じゃじゃん、刀使っちゃいます。イエーイ。ご安心ください、偽物です。このチャキンチャキンとあのやかましい音が鳴る刀を使って続いての曲盛り上げていきたいと思います。はい、そう、ここは鹿島市です。でそしてあちら先ほどやっていた広場が僕ね、にぎわい広場と言いますし、あとは奥行くとですね、あの直筒とか展示してあるので、まあこの曲を聴いて興味を持ってくださった方見に行ってくださると嬉しいんですけど、はい、そう、なんとなく予想ついてるかなって思うんですけど、続いての曲、県政塚原牧伝です。すっごいかっこいい曲です。ぜひ盛り上がって聴いてください。じゃあ聴いてください、県政塚原牧伝。神に明日を託されて紅美咲氏、鹿の騎士、なんだか残念な感じするんですけど、ね、はい、続いての曲で最後の曲になります。早いよね、わかる、わかる、すごい早いなって思う。じゃあ続いての曲行く前に、ちょうどね、あのね、もうイベントもたくさんあるので、あの告知をしていきたいと思います。はい、あの先ほど三の市のステージを立たせていただいた牧伝にぎわい広場でですね、11月の25日、来週の日曜日ですね、
私たち主催のシカピースボリューム10というイベントをさせていただきます。私たちのステージだけでなく地元のパフォーマーの皆さん、そして私たち個人の企画タイムもやりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。企画タイムって言ってもね、本当歌うだけとかじゃなくて、ギターをねやったり、普通に 歌う子もいるし、あとは舞踊やったりね、いろいろやったりするので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、来てください。はい、じゃあ続いての曲なんですけれども、最近発表したばっかりのラップの曲になります。はい、皆さんなんかちょっとしらけちゃうけど皆さんぜひ盛り上がって聴いてってください。はい、はい、じゃあ聴いてください。始まりのち、今だ
で皆さんちょっとね、あの曲聴きながら気づいたことあると思うんですけど、うん、すっごいなんか変なポーズ出てこない？変なポーズなんかこればっかじゃないもん。そう、これ何を表してるかわかります？わかるかな？わかる人、はいどうぞ。茨城。正解でございます。はい、茨城をね表してるんですよこのポーズで。はい、茨城県 あのね魅力度最下位ということで、ちょっとね舐められてる感じがするので、舐められないように、舐めてんのかこらっていう風にね、そう舐められないように私たちも頑張っていきたいと思います。ぜひこの曲もね、あの近日1週間後に配信が始まるので、ぜひ皆さんダウンロードして聴いていただけるとありがたいです。そして私たちと一緒に頑張ってくれるアイドルの仲間も募集しております。あの今ならすごく入りやすいです、はい、入りやすくなっております。ぜひ皆さん応募、皆さん応募っていうか、お孫さんとか娘さんとかあとは親戚のおいっ子じゃないよ、間違えた、めいっ子めいっ子ちゃんとかね、可愛い子いたらぜひあの紹介してあげてください、はい、お願いします。じゃあ以上、岡島みこりーなでした。ありがとうございました。はい、じゃあこの後あちらでねグッズ販売を行います。で、あのステージの時にもあのご紹介した豆乳レアチーズいちごも売っておりますので、ぜひぜひ軽食おやつ代わりに食べていただけるとありがたいです、はい、じゃあ待ってます、バイバイ。